枠作っちゃえばいいよ。佐々木でも作っちゃえばいいよ。次よ。はい、せーの。意外と重かったね。いきますよ。せーの。記念式典看板類、100年のやつね。はい、町長がメッセージを書いたから、ね、メッセージ、メッセージ、あ、誰なんとか読める、読めないと思う、読める、ペタッと1枚目が見えないですね。あ、これ下の、この下に1枚目が、そういうことか。あ、いけ、お、いけ、あー、乾かすね、乾かすね、危ない、危ない、そうですよね。本当はたくさんの人に集まっていただいて、その場で開封して思い出話とかね、あの時こうだったね、もっと若かったねとかね、そんな話が飛び交えばよかったんですけど、こんなご時世なんで残念でしたけど、それぞれにしっかり届けたいと思います。はい、どんなお気持ちでしたか。そうですね、20年前のことを思い出すと、今からだとラウスもだいぶ様変わりしてるんですけど、でも20年前の思いがきっと詰まってんだろうなと思って、ちょっと感慨深い思いになりました。